はい、皆さんおはようございます。今私がいるところはですね、前回ちょっと来たことあるんですけど、道の駅氷見っていうところの向かいにある公園ですね、に今来ております。今日天気晴れてたん言ってたんですけどね、ちょっと立山連峰が見えないですけどね。今日はちょっとここからですね、こっち七尾方面に、結構ここから近いと思うんですけど、青城跡っていう、城の跡があるんで、そこまでちょっと行こうかなと思います。ドライブと、いつも通り散策ですね。その前にですね、ちょっと前回来た時は気づかなかったんですけど、あそこに、展望台あるんですよね。ちょっとあれ登っていこうかなと思います。さあ、展望台どこ来ました。この橋もすごいんですけど、ここに展望台があったんですよね。ちょっと登っとこうかなと思います。雪強風積雪時は揺れることがありますので、登らないでください。はい、展望台の先端ですね。もうちょっと晴れてくれるといいですけどね。あそこになんかでかい橋見えるな。なんだろうあれ。で、今日行くのが向こうの青城跡ですね。さあ、では出発しようかなと思います。どんどん見えると。確か杉だったと思うんで、つってかな、ちょっと右手に見えてる、断崖って言ったらいいのかな、先にありますね。もうここちょっと乗ってるんですけど。さあ、到着しました。青城跡、あとじゃねえのか、青城跡っていうみたいですね。ここ上り口ですね。で、向こうに駐車場あるんですけど、2台とちょっとですかね。で、私がいる今ここの部分もどうなんですかね、止めていいんですかね。駐車場っぽいので、ちょっと今回はこっち止めましたけど、どうなんですかね。そこは確認できてないです。じゃあちょっと行ってみましょうか。これ案内板ですね。現在地ここで、目指すのがここの展望台なんですよね。で、結構ちょっと距離あるんで、今回の動画はちょっと歩きメインになりますかね。はい、そしてこれトイレですね。青城跡。じゃあちょっと行ってみましょう。大友のやかもちが歌に詠んで以来。さっさなりました。懐かしいですね。花の刑事ですよ。懐かしいですね。神社もあるみたいですね。結構登りが急だっていうのを見たんですけど、確かに急だな。苔も生えてるしな。本当に
歩きやすい靴で来た方がいいですね。こっち行くと神社ありそうですね。私が行きたいのは展望台なんで、ここも神社ですね。白鳳社水徳天皇。この階段もなんか結構だいぶ斜めってますね。こっちだと思うんだけど、早くも息切れしてんだけど。情報ではね、まあ、そこの展望台から、まあ、天気が良ければ立山連峰が見えるってことなんで、なんだろう、休憩スペースみたいになってる。お、青城跡。よし、じゃあ行きますか。ちょっと気になるのがこの下の苔ですね。これがなんかすごい滑りやすそうなんだよな。それがちょっと気になるかな。なんでちょっと気をつけた方がいいですね、これ。こっちっぽいかな。だいぶ登ってんな。あ、結構綺麗ですね。ズーム。ここ綺麗だな。前からすると逆光になっちゃってますけど。ここから見ると結構海穏やかに見えるんですけどね。そうでもない、なかったですね、さっきね。結構しけてましたけど。で、石碑がありの、なんかだいぶ読めなくなっちゃってますけど。これでね、さっき登り口きつかったところの登ってきたらここに来るってことだよね。で、コマラと右と右に行きますよ。でも神社あって、これも過ぎてくんだよな。まあ、なんかの設備的なものなんでしょうね、これ。ここの階段もすげえ急。白鳳社本殿跡地。本丸跡へ、滑りやすいので気をつけてください。この先は舗装的な整備はされてないですね。結構急です。登ったと思ったら降りてますけどね。結構険しいよね。さあ、やってきました。駐車場へ。あー、見えてきた。これ灯台ね。はいはい。あ、あれが展望台か。すれ違うのもちょっと厳しいかなっていうぐらいの道幅ですね。あとやっぱ下が
今とかね、ぬかるんでるんで、ちょっと滑りやすいかもしれないですね。はい、展望台までやってきました。ものすごい綺麗ですわ、ここ。ちょっとぐるっと一周しますね。こっちが、氷見方面ですね。まいた高岡方面か、天原市海岸とかの方面ですね。で、ぐるっと、曇ってるのは残念だよな。晴れてたらね、立山連峰こっち方面ですけど見えるんですけどね。で、こっちが七尾方面ですね。はい、で、これが灯台ですね。いや、これは景色いいわ。はい、今最大限寄った状態ですけど、見えるかな。うっすらと見えてますけどね。はい、ということで、今回の動画はですね、今正面に見えてる、道の駅氷見からここ青城石っていうね、まあ、城の跡までちょっと来るっていう動画ですね。まあ、ここもまあ、天気の日に散策するには気持ちいい場所ですね。まあ、向こうの今見えてる正面の辺りも公園ずっと続いてますし、まあ、この城の跡もね、まあ、ちょっとした山登り感覚なんで、すごく気持ちいい場所ですね。はい、というわけで今回の動画はこの辺で終了したいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。